はい、モンマルトルチャンネル、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。今回は和食の割烹牛尾さん、出張割烹とか今やってるんですけど、来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。で、今回は和食とフレンチ、同じ食材を使ったコラボ、こういうのをやってみたいと思います。原さん、今日はどんな感じの料理？はい、今日はサバ缶を使ってですね、瞬殺であっという間にできる和え物を3種類ほど用意します。瞬殺ですか？はい、もう超簡単に。僕もじゃあ今日瞬殺フレンチ、サバ缶を使った料理、こちらやっていきたいと思います。では瞬殺フレンチ、サバ缶を使ったリエット。フランス料理になんでサバ缶かなと思う人いると思うんですけども、あのフランスでもイワシとかオイルサーディンとかそういったのもあります。こういう青身魚、同じような感じで再現できるので、この瞬殺サバ缶リエット今からやっていきたいと思います。じゃあこれしますね。バター、ポイント一つだけ、バターをこういう常温に出しておいて、こうポマード状っていうんですけど、こういう状態に持っていってください。ちょっと柔らかいぐらいな感じ。そうですね、はい。で、今回はくるみちょっと入れるんですけど、ちょっと個人的に好きなんで入れます。なくても大丈夫です。くるみは生の場合軽くローストするか、フライパンでいって火を入れたものですね。あとはニンニク、ニンニクはすりおろして少しだけ入れます。で、粒マスタード、あとこう酸味のアクセントでレモン汁も少し入れていきます。これ家庭でやるときにレモン汁は果汁のやつでも大丈夫ですか？でも大丈夫ですね、はい。まずサバですね。サバ缶の皮がついてる分厚いやつは外してもらって、だいたい今のやつってそのままもう取れてるやつが多いと思うんですけど、で、汁はちょっと後で調整して入れます。捨てないでください。でこの汁にすごい栄養素とかも入ってるんで、サバ缶の場合はこれも後で料理とかに使われるので取ってください。で、ボウルに入れます。そんな細かくしなくていいですね。はい、この後、この後またちょっと刺していきます。はい、はい。で、ニンニク、おろし金ですりおろしてもいいんですけど、少しだけなんで包丁でちょっと削っちゃいます。そうやるとおろしたみたいになる、ね、なりますね、はい、はい、技っすね。ちょっとでいいですね、ニンニクは。で、今これサバ缶、だいたい 180g ぐらい入ってるサバ缶1缶で作ります。はい、ちょっとこう潰したニンニク入れます。はい、入れます。次、くるみ。くるみはちょっと粗く刻みます。これはピーナッツとかでもいいです。あ、いいですね、ピーナッツ、松の実、なんかこういったの、ちょっとやっぱりナッツのパリッとした食感があれば、はい、あるとこれがこのなんか食感のアクセントになって美味しいな。なくてもまあできるんですけど、はい、あった方がより楽しめると思います。入れていきます。あとは粒マスタード、大体大さじ半分ぐらいですね、入れます。そしてバター、柔らかくしたバター、これ急いでる時はあの電子レンジとかでやると柔らかくなります。あのリエットってもともとはあの豚肉使ってやる保存食ですね。フランスでは豚肉の場合はすごい長時間ゆっくり煮るんですけど、このサバの水煮缶使うとその手間がなくなるので瞬殺でできます。これバターは有塩無塩は何かありますか？ですね、今回無塩です。やっぱり塩調整はできるんで、あ、無塩の方がどっちでも、はい、で今全部材料が入った状態でスプーンとかで合わせていきます。潰す感じで、この時点でまたちょっと潰すんですね。はい、あのフードプロセッサーとかでペースト状にしてしまうのもできるんですけど、ちょっと粗めの方が面白いんで僕はこちらをおすすめします。はい、もうほぼ完成なんですけど、ここでちょっと味見していただいて、サバ缶によって塩の塩も結構違うんで、うん、その前に少し塩なんで、ここ塩と胡椒だけはちょっと分量が出せないんですね。で、胡椒、ちょっと黒胡椒がおすすめです。生臭さが消えるんで、はい。で、合わせて缶の汁です、ね、少し入れます。はい、で、レモン汁、これはもう本当に少しだけです。はい、もうそんなぐらいで大丈夫？はい、これぐらいで大丈夫ですね。このちょっと入れるだけで生臭さが消えますね、はい。これパンにつけるんで塩は少し強めにした方がはっきりします。はい、はい、これでもう完成です。瞬殺リエットです。これじゃあ盛り付けたいと思います。島豚のリエットの器なんですけど、
これ作って冷蔵庫で、そうですね、3日4日持つんですけど、バターが入ってるんで冷蔵庫に入れるとすごい硬くなるんで、食べる前に15分前ぐらいに外に出しておくと柔らかいになります。で、今回は運転パンですね、これ、はい、酒粕をちょっと使って焼いた運転パン一緒に合わせたいなと思います。これご家庭だったら何パンがいいですか、手に入りやすいのだと。あ、バケット、バケットとか、まあ、食パンでもいいんですけど、これサンドイッチにしてもちょっと面白いなと思います。はい、サバ缶を使ったリエット完成です。では試食させていただきます。はい、じゃあ試食いかせていただきます。いただきます。いただきます。うわぁ、嬉しい。まず人のを食べたい。いや、自分が作ってないの食べるのがなんかもう嬉しいです。そうですよね。いただきます。ちょっとたっぷりめに僕はつけて、いただきます。うわ、お酒ないの無理っすね、原さん。これお酒ですね。いや、これもそうっすね、ワイン飲みたい。いいですね、これ簡単できて気持ちもしますもんね、はいはい、ちょっとパン何でもいけますよね。何でもいけます、うん、バゲットでもいいし、カンパーニュでもいいし、もう食パンでもいいし、ちょっとキャンプとかに持ってってホットサンドにしてもうまいですよね。そうですよね、少しハムとかまたチーズとか挟んで。ああ、いいですね、それもうまそう。ガバッと乗っけたいですね、これ。シャンパン飲んでますかも。 ありがとうございます。待ってました、いつ出てくるのかなと。いや、これはもううちの自然派シャンパンなんですけど。ありがとうございます。待ってました。いや、やっぱ酒ないと無理っすよ。酒のわけですよ。はい、瞬殺おつまみシリーズ。上村さんも僕も酒飲みなんで、大体作るのが酒のあてみたいな感じになりますね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いただきます。うん、やっぱり酒。酒いいですね。シャンパンもいいですね、また。シャンパンいいですね。フランス料理にも和食にも合うし。ちょっとなかなか家でシャンパン飲めるつまみって作れないじゃないですか。いいですね。これだけでもう。なんかもう完結しちゃいますね。今日サバ缶だけで完結、最高です。酒が進みますね、これ。進みますね。足りないですね。そうですね。日本酒もあった方がいいですね、これ。はい。こうそうなるんで、今度日本酒とワイン、和食とフレンチのコラボの会。はい。はい。もうちょっとコロナでしばらく1年半ぐらい休んでたんですけど、11月21日日曜日。夜6時開演、6時半スタート。はい、また復活するので、はい、もしお時間ある方はぜひお越しください。残りの席がもうあとわずかなので、早めの連絡をお願いします。上村シェフが洋食を作って、僕が和食を作って、そのお皿を交互交互に日本酒とワインと組み合わせながらっていう、まあ、イベント的な会なんですけど、今回テーマは秋で、はい、そうですね、はい、今回上村さんはメインは何でしたっけ、はい、メインはジビエでいきます。はい、キジ肉です。おお、いいですね。はい、どこの肉ですか。これは伊是名、伊是名島県産、県産っす、はい、でこのキジ肉を使ったりフォアグラ、トリュフ、もちろん秋だと、はい、いいですね、キノコ、はい、原さんは、うん、僕今回僕も県産のスッポンですね。うお、いいっすね。はい、あの南部の方で、はい、あのスッポンの養殖されてる方がいて、うん、パインスッポンって言って今ちょっと、テレビとかでもなんかチラリチラリと出てて、はいはい、引く手が今多いみたいなんですけど、一応そこの、うん、あのスッポンを使ってまあちょっとお鍋のような、まあ、煮物を出そうかな。いいっすね、これ楽しみですね。で日本酒とワインと交互、はい、交互だったり一緒だったり、もう好きなように飲んでもらえれば、はい、最高です。はい、でも締めも、締めの炊き込みご飯もありですか。あ、締めの、もちろんです。これが、ありますよ、これが、みんなそれやれっていう感じなんで。はい、もう炊き込みご飯も用意してます。はい、じゃあ皆さん、もしお時間がある方、ぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回、このコラボ、YouTube、
よかったなと思う方は高評価、そしてチャンネル登録、またコメントなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。